はい、どうも皆さんこんにちは。ムーポンです。なんかわかんない、モンスターハンターのハーとムーポンのポーが混ざってムーホンって言っちゃったんですけど、サンライズじゃないサンブレイクやっていきましょう。こんにちは。ちょっと今日からね、マスターランクのクエスト、いやそうなんだよね、上位クエストとかもね、なんかやってへんやついっぱいあるやんけみたいな。いやそうなんだよね、百両夜行上位とかね、なんかこの辺とかね、やってないやつあるじゃないみたいな、そういうところはあるんですけど、ひとまずはね、そうマスターランク追加されたのでやって、でなんかこの辺に関してはどうだろうね、なんか上位装備とかでちょっとなんか番外編としてやる可能性ももしかしたらあるんですけど、今回はねマスターランクやっていきましょう。どうしよっかな。うわークルルヤックとか、うわーロアルドロス、青アシラ2といいな、なんかどれもいいなって感じなんですけど、まあ、ザザミはね前回見たし、ヤオザミとランポス、これ小型か、なるほど、大名ザザミとランポスかなって思ったんですけど、大名ザザミとドスランポスみたいな、なんか複数体狩猟みたいな、そんな感じかなと思ったんですけど、やったらせっかくやからね、大型モンスターね倒していきたいなみたいな、そんなところなので、じゃあロアルドロス行きましょうか。はい、よろしくお願いします。で団子に関しては今まで通りだと信じてるけど、なんかでもなんか帰れる予定なかったっけ。エルガドの皆様は朝から晩まで交代をしながら順番に働かれても、こっちじゃなかったかもしれない。そんな皆様に私ができることは、食の癒しをお届けることですにゃ。そのためには睡眠、食事、休憩、この3つはしっかりとっております。ハンター様お気をつけくださいにゃ。ありがとうございます。こっちか、食事場、はい、ここでジェスチャーができる。待って、茶屋で食事をする際、お団子に刺す串を通常串か飛びたけ串から選ぶことができます。串を変えると発動するお団子スキルのスキルレベルや発動率が変化する。へえ、スキルレベルは1から4まであり、発動時に得られる効果が変化します。通常串を選択した時発動するお団子スキルのスキルレベルは2のままですが、発動率が変わらないため安定した効果を期待できる。なるほど。で飛びだけ串の場合は4とかが出る可能性あるけど、1とかの可能性もあるみたいな、そんな感じなのか。で上段スキルレベルが4になり発動率が大きく差がある。なるほど、運任せになるんだね。で3になり発動率が下がる、で1になり発動率が上がるみたいな、そんな感じか。安定した効果が期待できる通常串か、強力な期待効果が期待できる飛びだけ串か、自分の狩猟をスタンスに合わせて選びましょう。なお R でスキルの詳細を確認することができます。なるほど。一旦終了して、お金で払う、いつもの注文とかで、はい、これが、発動率が、小とかだけど、これは何で切り替えるの？こう。おー、ちょっと待って。おー、431。あー、なるほど。団子ごとに、なんか4になるやつとか、あと3になるやつとかがありますよみたいな、そんな感じか。換算術ってなんだっけ、なんかね、待って。スキルの詳細情報、換算術、カムラポイントがかなり増加する。まあ、せっかくやから換算術4狙ってみるか。はい。特に、予算とかは変わんない。わかんない。なんか、消費金額が変わったりとか、そんな感じは。そう。っていうか、お団子屋さんってお金取らなかったっけ？ちょっと覚えてないんだけど。おー、すげえ、なんだ。この子たち、団子の仕事もすんのか。トゥビーンからの、これあれ、竹串というか、飛び跳ね串。飛び竹串か。できた。どうなの？なんか成功してたっぽいような感じあるけど。発動する？美味しかったぜ。ごちそうさん。お、来た。星4発動したね。やったぜ。よし、じゃあ、アイテムも整理してきたので、ちょっと待ってよ。アイテムポーチ整理してきたので、これで向かいましょうか。せっかくやから、今日はそっちから行こうぜ。こっから出れるんだよね。おー、よしクエストに出発しますか。出発しましょう。
木陰の水中ウォッチング、ロアルドロスってよく見ると首元がふかふかしててさ、意外と愛嬌がある顔をしてるよね。ぬぐるみとか作ったら人気が出るのでは。善は急げ、商品研究のため市場を盛り上げるため一狩り頼んだ。あー、活力ある商人。あ、ちょっと待って、密林、早速。わあ。踏み入れることを許されたかの地は燃える木も湧く水も朽ちた石も集う者たちを招き入れる地となろう。招き入れる地となろう。来た。そのマップ全然わかんない。環境生物リストが追加されました。ちょっとどこにいるかもちょっとよく分かっていないが、そう、あー、これはあるかな、基本的に集会所と同じ扱いなので、ちょっといっぱい支給品はくれるぞみたいな、そんな感じですよね。じゃあちょっと待ってよ、乗せてもらって、ちょっと待って、これってちょっと待ってよ、そう、なんか緊急薬、応急薬グレートがあるのか、応急薬グレートあるんですね。そう。なんかめっちゃ処方的な感じですけど、奥らしい。いやー、ちょっとこれ迷子になりながらですけど、ちょっと向かいましょうか。いやー、新しいマップいいね。ピピュー、来た。で、新マップの第一ピピュー発見して、ピピューからの、ガーガって今までいたっけ、いたよね。いましたよね。卵落としてたもんね。なので、特に触れる必要はなさそう。ちょっとそっとしとこうか。ピピュー、ちょ、なんか今右下になんか出てた、延々く拾って、でこれ拾う、これは、あ、くれないだー。変幻かけりもし、くれないを所持していると一定時間火器の強化を得ることができます。総流大技で与えるダメージの増加、総流待機状態にしやすくなる、かけりもしゲージ回復速度、あ、回復速度上昇はくれないでも金でも一緒なのか、同時に所持することはできないけど、まあ、基本的に拾いって損はないよみたいな、そんな感じっぽいね。で、ちょ拾う、ピピユピピユで、こんな感じで、でもうちょっとで目的地までたどり着きそう。変幻、あ、かけり、ちょっと、かけり虫がどうのこうの今言ってたけど、ちょっとわかんなかったね。来たー、出会い出会い出会い、ちょっと、今かけり虫出た。ちょっとね、操作方法は設定見てきた。設定見てきたというかね、ボックス見てきたんで、そう、なんかゲージ回復するね、かけり虫技どんなんだっけなっていうのをね、ちょっと、まだ今日使ってないけど、こういう操作やったなっていうのを思い出してきました。いつ使うかはね、ちょっと頃合い見てみたいな、そんな感じになりそう。まあ基本的にはもう剣でバッサバッサでいこうかなと。のでよろしくお願いします。待って、あれなんか残ってる泡みたいな。ちょっと待って、何すんの何すんの何すんの、おこ、おこですの。あ、ちょっと待って、いえ。方向とかしなくなってるっけ。いや、どうだっけ、ライズ、あ、でも方向するよね、あんま覚えてない。なんかライズとかであんま方向とかしなくなったっけとか思ったような気もせんでもないんですが、そう、コロリン見たいです。コロリンかけにも使っちゃった。大きい薬グレート飲ん でコロリンもう一回してる。待てよ、タイミング、おお、うお、どこまで行くの、ちょっと待ってください。へー、あー、外した。そう、下手。待って。それは突っ込んでくる。危ないです。わー。あのダイブ久しぶりに見たね。そう、前回の狩猟で使わなかったから。なんか、懐かしい感じしますね。モンハン。モンハンのダイブといえばみたいな、そういう感じしますもんね。で、ポロリにしている。ふん。待って。ふん。ていからの、これでゲージ回復。よし。っていうのもどんどん使っていくぞ、今日は。待って、しぽびたんでいい。どんどん切る。あ、でも、どう？トサカもうボロボロ。いや、そんなことないな。全然でした。さすがにね、マスターランクなのでそうはいかんぞと。でも、回復は全然いらないぐらい。そう、全然余裕ありますね、今のところ。なんか、ピピュー拾ってこうぜ。ピピューからの、これなんだっけ、あ、これかけり虫金、
で、砥石しといて、で、なんかあるぞ。それ。これ何？あ、ロアルドロスの落とし物。お、競争エキスやったぜ。これね、なんぼあっても足りないよね。いやもう、なんぼあっても足りないよね。マジなんだよな、みたいな。そんな感じなんですけど、いやー、でいい。今日、ソウリューできるかわかんない。さあ、切って。ちょ、あ、痛いです。ピエン。チョコ型モンスターリストが更新されました。そういえば、ヤオザミって今まで倒したことなかったっけ？かけり虫ゲット。よし、これが3つになるのはでかい。ちょっと、ヤオザミがすげえ走ってる。痛いです。そう。ただ、そんなにパワーは、なんかザザミの大技の方が、なんか威力高いような気がする。痛ーい。そう。待って、オークヤクグレート飲みました。やったぜ。まあ。基本的にはこれをなんとか駆使してみたいな、そんな感じですよ。回復使っちゃった。よし、そこにあったから。さあ、で、相手距離が長いので、まあ近づいてバッサバッサ。そろそろゲージ回復しないとまずそう。待って。今です。ふっ。もう一個使っちゃう。で、これ中確か減らないんだっけ？なんかね、そんな感じありましたね、確か。あ、減らない。いぜー。いや、ゲージ3つあると全然立ち回りが余裕ですね。さあ、なんかスタミナがチカチカしてるけど、これなんか減りにくい状態とかになったりする。そんなんあるっけ？ちょっとわかんないが、見て、待って。あ、ちょ、ミスった。あ、まあ、そうなりますよ。いえ、ちょっと痛い。待ってください。危ないです。お薬飲む。美味しい。ふで、ゲージはこの状態。ちゃんと減りますね。減ります状態なんですけど。まあ、ただ今チャンスなので。おらあ、ちょっと、どうすんだっけこれ。ちょっと待って。痛い。なんかできてるかと言われればできてない気がするが、さあゲージ回復して、もうちょいゲージ回復しとくか。これで回避もしつつ、ゲージもほぼ満タン。待って、回避距離があるので詰めれます。切ります。痛い、かけりもしない、ピエン。オッケー。いいタイミングで回復しましたね。でさっき使ったばっかりなので、連続して使ったのですぐに回復する。危ないです。ティあ、マダララ撤収した。待って、へばってんぞ。おお、そうあ、転んでなかった。待って、そこで止まります。ピエンからの、あ、それコロリンです。痛い。待って、あ、こっちじゃないです。そう、武器納刀中やった今。おお。ピカピカで、なんか肘壊れたね。肘壊れたって、なんかパワープロみたいな表現になっちゃったんだけど。あとよ、これでゲージを整えて、切ります。今ゲージ減らんからね。そう、無限にいただけ。おら、痛いです。かけりもしないです。回復、よし、来た。回復グレート、奥薬グレート飲んで、ピエーンからのこっち来ないか。おちょっと待ってよ、へばってんぞ。へばってるというか、ちょっとヨロヨロなってるんじゃないの。ちょっとダメージが結構通ってるか。で、ピピュー拾って、すぐ近くにいます。これはなんだ、エンエンクでした。まあありがたいよ。ほっ、ピエーン。あ、ちょっとここなんか縄張りっぽいか。なんか、ロアルドロスじゃなくてルドロスだっけ、なんか通常のやついるね。そこかけり虫でセットできるんじゃない。ちょっと待って、痛いです。ちょ、グレート飲みます。今はまずいかもしれない。めっちゃこっち見てる、危ない。ちょ、それコロリン、痛いです。ちょっと、ここかけり虫セットしちゃおう。今ではない、絶対。絶対今ではない。危ない。そう、待って、
ピエンからのドスン、かわいそう。完全に今もうね、小物が巻き添えプラスが待てよ、ポロリン、ふんふん、これ麻痺じゃなかったっけ、この武器なんか麻痺る気配ないよね。でもなんかピリッてしてるから、なんか麻痺の武器使ってた記憶はあるんですけど、これじゃなかったっけ、ちょっとわかんないが、ちょっと待ってよ、今かけりまし使ったし、じゃあ回復薬飲もうかな。よし、一旦整える。で、今、おわーでもすげえ巻き込まれたというか、ああ、かわいそう。小物がまるで痛いです。戦力になってないっていうとしてはしっかり戦力された。待って、ホロリンは見てから回復飲みます。で、これはこっち向いて、ピエン下がる、あ、そっち踏んじゃった。ダメージは全然やけど、スタミナが、待って、ホロリン大事やからな、剣モード歩くの遅いから、ホロリン大事にしたいんだよ。ふん、ピエ、よし、やったぜ。そう、ゲージ回復、ちょっと待って、危ないです、うげえ。そう、なんかぬるっと引かれた。ピア、待って、ふむ、大丈夫。まあもうなんかあの水やられになってるから、やっぱあれですよね、取り巻き麻痺ってるってことはやっぱ麻痺武器だったんだよなみたいな、そんな感じなんですけど、なんか麻痺発動しないんだよな。あれかな、上位武器やからちょっと麻痺、なんか見た目変わった、おららら、あ、麻痺してる、チャンス、ちょっと待って、これで剣モード、もう一丁、おらら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 よしよし、からの、待てよ、一旦回復するか、大きい薬グレート、飲みました。なんか色が白くなるとすごい、そう、しんどそうな動きになるね。へばってんじゃないの、へばってんじゃないの。ちょっとゲージ回復からの、切って切りまくれ、ふん、ていあ、ちょっとどっか行っちゃうか、さすがに。で、捕獲ゲージはまだ出てないので、まあちょっとおいおいみたいな、おいおいというか、まだしばらく、ちょっと耐えそうな感じはありますが、ルドロス剥ぎ取る。お、ちょっと、川ありがとうございます。なんかもう一匹ぐらい倒れてなかったっけ、もうさすがにあれか、いないか。待てよ、一旦もしろして、これ何？え、これ何？これ環境生物じゃなくて、なんだこの、スプラトゥーンみたいなの。え、これほんまに何？色付き虫、受けた攻撃に応じて属性をどうのこうの。ピエ、え、ちょっとようわからんけど、あっち行ったから追いかけよう。ち来てくれてる感がありそう。ちょっと待って、ピピユやし、待って、あ、いるやん、めっちゃおるやん。ピエ、なるほど、地上にいたのか。なんか地上で多分言ってる。ていうかさ、こんなボロボロやったっけ。なんかいつの間にかボロボロにしてた。待って、こっち来てください。ちょっと段差で戦うのずる。おいで、来た、うぅ、ポロリン、ヘイ、ティア、ピエン、お、そう、ピエン、痛いです。そう、あ、これまずい。そんなことなかった、大丈夫。ふんからの、一旦ゲージ回復に使います。で、切ります。ちょっと待って、あ、どっか行っちゃう。追いかけろ。ちょ、見失わないようについていこう。ちょ、まだというかね、正直ちょっとね、このなんか高低差があるとちょっとね、マップわかんなくなっちゃうからね、ちょっとなんとか追いかけたい。ふん、あー、いる、後押ししときゃよかった。
へい、で痛いけど大丈夫、すぐに抜け。いや、かけり虫いいな。もうちょっとかけり虫がない生活に戻れないね、これは。てやてやてや、待って、でもアイスボーンは興味があるんだよな。ふっ、痛いです。そう、下手。てらてらてらてや、こうこう、今チャンスか。おお、いいぞ、ヒルに入った。かわいろ、どうしたらいい、何すんの。あー、ちょっとリロードしてしまった、普通にリロードしてしまった。そう、かけり虫技でリロードして、ふんふん、しかもこれ中和ゲージ減らないもんね。詰まって、帰ってきて、帰ってきた、そう、帰ってきて、そう、帰ってきた。ギー、危な。切ります、切ります、切ります。ピエンピエンピエン、お、そう、ゲージ溜まった、ゲージ溜まったけど、ちょっと待って、一旦回復、引かれる、痛いです。ちょっと待って、回復グレート持つで今です。危ない、あー、そっち転がってくるのね。もう一丁転がってる、きっちゃい、おおおお、きっちゃい、きっちゃい、痛いです。ちょっと待って、これまずいのでは、何かが飛んだ、先行だまー、ナイス、よし。で今チャンス、チャンスか、暴れない、大丈夫か。そう、暴れてる、ちょっと待ってよ、ここはゲージ一旦回復して、行っていこう。ふっふっ、待てよ、そう、こうで、こう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 、あ、弾かれちゃった。ちょっと待って、緑ゲージ弾かれちゃうか。ふっふっふっ、いやでももう結構結構結構迫ってるはず。さあ一旦装填して、ちょっと待って、かけり虫拾っちゃおう。よーし、これ3体になるのでかいぞ。緊急回避用とリロード用で全然余裕が違いますもんね。待って、ピエン、ふん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 、いやー、痛い痛い痛いです。でもかけり虫が3匹いる。全然でかい、あ、ちょっと満足感発生した。発動した。飲んだのに飲んでないことになってますから、やるじゃない、イエーイ。ちょっと雑すぎるか、この攻めは。あ、マダララナイス、言うほどやった。マダララ引かれてる、大丈夫、ピエンピエン、お、マダララ、マダララって爆弾攻撃やったっけ、覚えてない。でもなんか武器は持たせてるよな。お、ちょっと待ってよ、これはチャンスなのか。そう、ゲージゲージ、あー、待って、違う、使っちゃった。3つとも使っちゃった。ただ3つとも同じタイミングで使ったので、回復はですよね、危ない、フライフライ、失敗した、フライ、そう、まずい、大丈夫、フライフライ、お、ちょっと待って、これ落とし穴置いたやつやろ、どこ、こっちこっちだ、こっちだ、このこの、こっち来て、こっち来て。こっち来て、そう、いいねー、落ちたー、やったぜ。ちょっと待って、あー、リロードしてる場合じゃないです。ちょっと、せっかくせっかくのチャンスを、ふっ、暗い、でどっか行きますか。ちょっと待ってよ、これはそう、一旦体勢立て直すか。ちょっと待ってよ、違う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 、詳細マップ、メインキャンプ帰ろう、メインキャンプ帰って、で回復薬とか調達していこう、回復薬だけでも調達していこう。
待って、どこですか？どこですか？そう、なんかいる？近くに。なんか、ドスフロギ。そう、左でいいんですね。こっち。で、砥石タイム。まあ、砥石は必須。ここ通れる？通れます。ピピュー？ピピューでかい。いますね。そう、ルードロスを取り巻きとして、そう、群雄割拠してますね。ヘア！ヘア！ヘイ！ヘイ！いや、なんか普通にパンチ食らってる。ひるんでないけど、しっかり痛いダメージ食らってる。痛いです。危ないです。なんか避けた。回避性能ついてるっけ、この装備。なんか避けたね。ちょいちょいそれ避けるんや、みたいな瞬間ありますもんね。あ、ちょっと待って。あ、装備できる。クルルヤックさん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 。あれ？クルルヤックさんっていたっけ？いたっけで言うといたんだろうな、なんですけど。ちょっと待って。ほらー、お、強い。330はいいね。ガシガシ。で、ほらー、惜しいぞ。ほらー、必殺食らえー、ディエー、よーし、ふっ、あ、ちょっと外した、外した、ちょっと待って、食らえ、ふっ、あ、それはやばいです、痛いそうなりますよね。ちょっと待って、せっかくだからちょっと奥薬グレード使うか。そう、今見えない見えない見えない。奥薬グレード飲みます。おいしい。危ない待って、落とし物拾っとけ拾っとけ拾っとけ。またイカちゃんいる壁が気になってしゃあない。あー、捕獲マークが余裕が出てきてるが、どうするどうするどうする。で、せっかくだから捕まえるか。せっかくせっかく、ちょっと待って、どっち使う、落とし穴。待って、タイミング見て、この辺来い、罠を仕掛けるぜ。痛いです。そう、まずいか。どうだ、やったぜよーし、まあ、マスターランクの受注して初めての修行はそう、大名ザザミもね、マスターランクのモンスターではあったんですけど、初修行は、そう、自分で受注しての修行はね、ロアルドロードスが初めてですよと。いやー、みんなお疲れさんなんかでもあれですね、やっぱあのかけり虫のリロードどれだっけみたいななって、で、なんかね、ちょっとできるようになると、ちょっと全然、立ち回り変わってきますね。やっぱ余裕が違うな。マカ油とかは初めてかな。持ってないもんね、初めてのと。鎧玉は銃鎧玉か。うん。で、尻尾系とか。はい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 。まあ、マスターランク素材っぽいの多いね。競争エキスはいっぱいある。まあ、いっぱいっていうほどじゃないから、こんなもんね、なんぼあっても嬉しいですよね。で、あ、ちょっと、サファイアンヌ鉱石初めてやろう。初めてやぞ。カブレライトはいっぱい持ってる。あ、イニシエの恐竜骨、これで手に入ったんや。なんかね、何個かいりますもんね。やっぱあれかな、あそこの骨ゾーンホリホリしたから、マダララが取ってくれたみたいな、そんな感じかな。まあ、なんかいい感じでしたね。よし、すべて受け取ろう。よーし。なんとか、クリアできましたね。ハンターランク上昇量と。で、音も1レベル上がった。音も2レベル上がった、マダララ。あ、ちゃう、音も1と音も2か。なるほど。レベル上昇。上がった？上がってなくね？ 48、47。王国騎士です。騎士としてはまだまだ新人。なんか、赤い鎧着てた人かな。狩猟の腕前は誰もが認める逸材です。明るく元気ですが、考えることが苦手で、それよりも体を動かすのが得意です、みたいな。そんな感じ。ダウンロードした追加コンテンツ。なんか知らん前に追加コンテンツダウンロードしてた。ダウンロードした追加コンテンツは、郵便屋の追加コンテンツから受け取ることで利用できるようになります。おや、それは、お、なんですか？こんにちは。いらっしゃい。あ、マカーブラ手に入れました。おや、ムーポーさん、マカーブラ手に入れたの？いいものを手に入れたね。それはさ、マカ錬金に使える素材。飾ってたって役に立たないから、マカ壺にガンガン入れちゃってよ。じゃあ気が向いたら試してみてね。何それ？そう。どう使えるの？そう。マカ錬金とりあえず。ちょっと一旦受け取ろう。
まあ、まあ、これとかはでもスロット3つ空いてんだっけ。まあ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 なんじゃないそう、なんか何とも言えない。これでいいの？あ、マカーブラ。なるほど。まあこういう感じで評価値50専用なのかな。なんかちょっとその辺はよくわかんないけど、まあなんか多分どんな狩猟でも手に入る使い勝手のいい素材ですよみたいな、そんな感じっぽいかな。なんかもっとレベルの高い五石錬金とか増えたりせんのかな。ちょっとその辺はよくわかんないが、どうで、クエストは今クリアしましたからのもう一個ですよみたいな、そんな感じなので、よし、じゃあちょっとね、次回はどうしよっかな、クルルヤックか青アシラかみたいなところはありますが、ちょっとこっちはね、なんか小型買ってもそんなだなみたいな、そんな感じなので、また次回もね、じゃあちょっと狩りやっていければなと思います。ちょっとね、ちょっと待った、見ようぜ。ちょっと防具。おー、来た、ルドロス。ドロス X。ドロスはあれか、取り巻きたちみたいな、そんな感じですよね。守備90ある。いやー、なるほど。まあ、まずは、こういうのをね、作って、とりあえずね、ハンターランク、チャワ、マスターランクの装備を、手始めにこういうのから揃えていくと、まあ、いいんじゃないのみたいな、そんな感じっぽいよね。まあ、上位装備でも勝てる敵から作っていくと、まあ、いい感じだよ、みたいな。多分ね、上位で、なんだ、改装備のままもりもり進めて、なんかね、玉三つねとか、すごいね、なんか急に強くなったな、みたいな瞬間があったんで、多分マスターランクでも同じような瞬間が来るんだろうな、っていう予感はしますので、まあ、どっかでこういう装備ね、作って、ちょっと体勢整えたりとかして、狩りとかやっていくの良さそうですね。まあちょっとね、いやどうだろうね、今ちょっとこのついてるスキルがね、ちょっとなんか手放したくないなみたいな、そういうところもあるんで、ちょっと何とも言えないんですけど、まあどうなん、これ装備っていうかさ、装飾品でつけたんだっけ。ちょっとね、全然覚えてないんだけど、まあちょっと、なんかね、マスターランクの装備、ここからどんどん作っていけるでね、すごくワクワクするぞみたいな、そういう状態ではありますが、またね、次回も引き続き、キークエ的な、セレクトクエストだけやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、待った。そう、なんか、そう、あれやったよな、みたいな。そう、なんかその、攻撃戦。あ、なんか持ってる。ちょっと待って。これ受け取ろうぜ。受け取り、これがあれか、交渉で手に入るやつ。特のマカ油、錬金に劇的な変化。ちょっとこれさ、すごい素材。マカ油って今持ってるやつ何マカ油？そう、分からん。ちょっと一旦もらっとこう。でこっちは、あ、これあれか、人錬炭。これも何？ちょっと分からん。あ、でもこれも錬金素材なのかな、ぽいよね。で賞金魚、ベルナストーン。へえ、ちょっと全部受け取ろう。そう、これさ、そう、錬金ボックス、ちょっとせっかく、ああ、あれ、それはってなってる。おや、それは。おや、いらっしゃい。これ、人錬炭。それ、すごく、それ、竜人族の間で流通してた、すごく貴重なもの。よく手に入ったね。ちょっと驚いた。その丸薬はさ、マカ錬金の時に使うと、仕上がりの速度を早めてくれる。何それ。またね、あ、そういうのもあるの。出かけることなく瞬時に錬金を完成させることもできると。へえ、そうなんや。すごいね。じゃ、今できてるやつを、ちょっと待って。今できてるやつではないのか。そう。評価値200や。すごい。で、これ多分専用ですよね。人錬炭はどうなってんの？分からんけど、こういう、ちょっと、そう、なんかいらない素材ないかな。いらない素材ないかなで言うと、いらない素材多分いっぱいあるんだけど、ちょっと待って。で、あと150でしょ。ちょっとマカ油使ってみる。はい。
で、練炭、練炭ってどうしたらいいの？行くぞ。え？待って、練炭、練炭。あれ？そう、人練炭っていうのをちょっとどうやって作ったらいい、使ったらいいのか分かんないんだけど、これで後から使えんのかな？あ、来た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 。人練炭を一つ消費して、へぇー、ちょっとすぐに受け取ってみようぜ。はい。できてるすげえ。なるほど。っていうのができて、なんかこれ結構スロット、211か。いや、どうなんだろうね。ちょっとなんとも言えない。こっからあれかな。スロットさんの、なんか、多分やつが増えてる？なんかね、マスターランクでスロットさんのなんかレベル高い装飾品増えてるんだろうなって予感がするので、多分スロットさんが大正義な予感はしますが、まあ、こういうやつとか、なのかな。まあ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 。うん。まあでもこういうね、いやどうだろうね。まあちょっと、こういう即座に作ってくれるのもできたりとかして、いやちょっと面白い要素増えましたね。いやー、これちょっと攻撃にガンガン行ってもらって、ちょっとあれですね、錬金がはかどりますね。ね。1回で200の素材持ってきてくれたもんね。なので、ちょっとね、かなりありがたいな、みたいな、そんなところはあるんですけど、ちなみに、待ってよ。マスターランクの素材って、マスターランクの素材って評価値高いの？待ってよ。マカ油がそうですよね。マカ油と、なんかルドロスの、あ、でもこの辺か。へぇ、なるほど。さすがに、なんていうんですか、この辺のなんか100とかあるわけではないと。100とかっていうかね、うん。まあ、なんかね、この辺のね、素材を超えてくるわけではないけど、もうほんとルドロスとかだけで、なんかこういうね、70ポイントとかの素材バンバンくれるから、今後ね、なんか普通に100とかの素材とかも出てきたりしそう。150とか出てくんじゃない？てかね、さっき200の素材あったから、それに近しいレベルの、なんかマスターランクのこういうなんやら玉的な、の手に入ったらね、もっとすげえね、評価値のね、何かが出てくるんだろうな、みたいな、そんな予感は今のところしてるんですけど、よし、じゃあちょっとね、そういうのも楽しみにまた、やっていければなと思いますので、そう、今はね、とりあえず、セレクトクエストをどんどん進めて、ちょっとね、ストーリーも楽しんでいければなと思いますので、また次回そっちやっていきましょうか。ということで、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。